マンチェスターユナイテッドカナワ新人パート786日、2人 A のカナワの力量不足なマネイタケカナモンナ、カナワは知能な猿並みだから、どこに向かって攻めるのかさえわからない W、自陣に向かってドリブルし豪快ロスとか下手くそ通り越して素人レベル、カナワはユナイテッドの戦術をこなすレベルに達してない、慣れとか語学の問題だったらまだ見込みがあったんだけどな、カナワはここまで活躍できないのは、チームのせいじゃなく、カナワのせい、それは足元の技術があるからカナワにボールが集まったんだよ、それで結果が出るからな、ウサミはパスが下手だというのはどこ見てそう思ったの、ウサミは視野が定まいというのはどこでそう思ったの、ウサミにスピードがないというのはどこでそう思ったの、ウサミはトラップが下手だというのはどこ見てそう思ったの、カナワには足元の技術がない下手くそだからね、スポンサー力でボールを集めまくっただけ、あれだけ集めてどっちに攻めていいかわからない猿でもゴールできる、カナワの正体はラッキーマンであった。あ、ラッキー。お前はウサミがパサーだと思うの。第2期怒りのベルリンタイム W。その分ですで通用した足元の技術とやろう。早くプレミアで発揮してくれよ。2人 A じゃ何の説得力もないってば。質問に質問ないしとかクズなやることじゃん。実際にそうだよ。ドレトムントでのほとんどのゴールは、相手に1回当たって若干コースが変わってるゴールばかり。運が良いから相手に当たっても枠の中に入ってゴールになった。少し運が悪くて相手に当たったのがことごとく枠内にそれのゴールになる。答えられないような W。なんせお前がウサミを見たのは YouTube の中と代表戦でちょろっと。あとはネットで1から2試合ぐらいクラブでの試合を見ましたって程度だもんな W。いや答えてるだろ。ウサミはパサーの役割はできないよな。パスの技術もセンスもないし、プロでは通用しない。そうなるとドリブルだけの技術でない厳しいだろ。ウサミはまずポジショニングが見合い一番に、そしてドリブルは上手いけどキープするのは下手。そもそも、ウサミは遅い言ってる時点で、2は確定してるからな。カナワより早いってのかっこ、笑い。いやウサミのテンポ遅いだろ。止まってノロノロ仕掛けるみたいな感じだろ。ちょっとでいいからボール蹴ってみろ。それでわからなければ黙ってた方がいいぞ。止まってノロノロなのにシュット戦で4人抜いてゴールとか。カナワ以上じゃん。ウサミ、ビッグクラブに行ってから談笑してくれ。まあ、今のままなら一生ないと思うがな。どれではカナワにボールが集まってきてたけど、今はその役割がルーニーとペルシーだからな。カナワはその繋ぎ役になってるだけで活躍してないわけではない。ペルシーだって1タッチのゴールが多いだろ。サッカーファンの間ではウサミのユース時代からの成績は 50G5 でのアシストって有名だぞ。W、それともパスセンスがあったウサミが急にパスセンスを失ったのかな。W、現に5点でも元試合のようにスルーパスやロングパス決めてるしな。W、それにトラップもな。W 50% 決めるためにはトラップの上手さが不可欠だけど、トラップって急に下手くそになるもんだっけ。W、ちなみにウサミって遅いの。W、その2人のうち 1G は6ちゃんだからね。W、まともにゴールしたのって 1G しかない。W、カナワは足元の技術はないから6ちゃん狙いに終始してる。CK なんてカナワはキーパーの側に立ってるからね。W、結果として5ちゃんになるなら構わないんだね。最初から6ちゃん狙うぞ。W って気合い入りまくる姿は恥ずかしいよ。通り越してバカのすること。だからドリブルの技術だけでは厳しいんだって。そこにパサーにも慣れてストライカーになれる要素もないと。カナワよりも先にビッグクラブ経験済みだな。ウサミにパサーになれる技術があるなら活躍してるしもうなってるわ。カナワ信者はにわからしかない。無能無知なウサミは下手とか言ってるレベルだし。ウサミが運が悪かったのは、欲しなった監督が交代してしまったこととポジ争いがドッペンとカリベリだからね。だからアマチュア時代なんて DF もアマチュアなんだから。長友とか岡崎だってパサーになれるわ。それ周りがアマチュアだからな。でもプロになると何もできない足元の技術ないと言われるだろ。本気でウサミよりカナワは上手いと言ってるやつないって驚いてるわ。かっこ笑い。フンミンソンの話でもしようぜ W。ウサミの何をもって足元の技術があるのか意味が全然わからない。もしかしたらフィジカル鍛えれば上手くなるとでも思ってるのか。笑わせないでくれよ頼むから W。経験。試合にも出ないで経験か。それって、ペーパードライバーの域だな。フルハム戦で5-3ゴール、リバプール戦で5-3アシスト、実質 1-1A かっこ笑い。足元の技術が光ったのはトッテナム戦だけかっこ笑い。今日はカナワとウサミを対立させ争い、自国の宝をバカにする。昨日はソン・フンミンの話題を出す。わかりやすいわ。本当にここはそんな常駐してるんだな W。あれ、それって負け試合じゃね W。勝ちに貢献した試合ゼロですか W。あの若さで1000級の選手と一緒にトレーニングできる。試合出てなくてもいい経験だろうなかっこ笑い。どれではカナワは中心だったけど、マンユーではそれがルーニーとペルシーなだけで、カナワは繋ぎ役に徹してるし、それで結果も出てるんだからいいんだよそれで。ミンソン・フンのコリアン・キトーヘディングは今季のゴールしてるんだ。随分とハードルが下がったよな。開幕前はルーニー、ペルシー、カナワで無双とか騒いでたのに、今では繋ぎに徹してます。それで十分。だからなかっこ笑い。そんなもん入ってすんカナワ中心で何でもかんでもできるわけねえだろ。その中でも自分の役割を見つけてチームに適応して使ってもらうのがそれが実力だ。足元の技術の差はわかる。じゃあ移籍しないで在籍してればよかったな。試合に出たいから移籍したんだろ。練習は練習なのよ。所詮経験であって体験ではないということか。宇佐美は昨シーズンのドレトムントでトップかやってたら 15G15A はやってるような格好笑い。ドレトムントという恵まれた環境なら簡単。ボクサンゴールと負け試合の長尻ゴールの2つだけで結果が出てますはないだろ。かといってアシスト多いわけでもないし、もっと働けよ。スポーツの世界でただ寝ば言ったらそれでしまいだよ W。 なんで急にウサミの話になってんだこのすで。さっきまでパスサッカーとフィジカルサッカーの話してたのに W。 本当バカだよな話にならんわ。矢野がマルサにいればせんゴール取れるとか言ってるようなもん話にならん W。 カナワ信者がよく使うよな。どれだったら活躍できたのにて意味不明バカか。どれではすでに活躍したろうか文字払う。でさ、お前みたいなやつは日本人で誰が一番上手いと思うんだ。日本人で上手いと言えるやつなんていない。俺もぜひ聞きたい。誰が一番上手いと思うのか教えてくれ W。 誰が一番足元の技術があるんだ。ふうん、そうなの。俺別に信者ではないもんでね。現実派だから、イニエスタ W。いや外人じゃなくて日本人だろ。日本人で一番上手いのは久保君。日本人ならカナワじゃないのか。いや現代表級のメンバーでだろ。久保君とか言ってごまかすなよ。正解。カナワより上手いのは清武、乾、本田、長友、宇佐美。どう考えても一番上手いのはカナワでしょ。お前さあそんなヘタレなら最初から言うなよバカ W。日本一上手い選手はカナワと言ってほしいの。俺は日本一なんて決められないね。でもカナワより上手い選手は挙げられる。なんでそれだけのことを理解できないんだ。確かに上手いのはカナワだな。ただし技術に無駄があるのが残念なところ。結局回ったほんなことか。好きでもないであろう犬と清武入れたり久保君とか言ってごまかすまで本当にビビだなこのカス。宇佐美にだって大して興味もないだろこいつ。お前一人って言ってんのにヘタレだから言えねえんだろ W。それなら最初から言うなっつうの W。カナワはトラップ下手なんだよ。パスもセンスはない。優れているところは PA 内でのシュート技術と良い意味での卑怯さ。そんだけ根拠のない決めつけかっこ笑い。本当やめてくれよ。俺は冷静にカナワより上手い選手を挙げたより、まあ、比較するとか本当に意味ない。だからこんなもんな。もっと速さがあればナーマードでもいいわまあ頑張ってくれ。はい、バカ。みんなそれぞれ違う良さがあるのに、日本一とか断っちゃうところ。カナワ信者のバカさ加減が浮き彫りになったな。日本一上手いと思う選手を聞いてるのに、なぜカナワより上手いと思う選手を言おうと思っちゃったの。それはお前が思う日本一の選手が現実の評価とはかけ離れてるからだろ。選手にはそれぞれの良さがある。そんなの当たり前だろ。その中から自分が一番上手いと思う選手を聞いてるんだよ。メッシが世界一だという人もいればロナウドが世界一だという人もいるだろ。カナワより上手い選手はたくさんいるよな。特にトラップ、パス技術に限れば、清武、宇佐美、乾、本田、遠藤、少なくともこの5人はカナワより上だろうな。まあカナワは5-3ゴールが多いからアピールできただけ。本田のゴールが多い時は超高かったからな W。答える必要ないよな。誰を挙げても叩こうとしてるわけだから。答える必要ないよな。必死に考えた結果がこれだよ。本当に逃げてばっかだなこいつ。今までの人生も逃げてばっかだったろ。そんな人生頑張れよ。日本一上手いと思う選手、カナワでしょ。答えは簡単。一番のビッグクラブにいて、試合に出ている。これ以上の現実を否定できない。上手いを手にせよ。カナワはたまにトリッキーなプレーもするけど、ボールロスとトラップミスの多いから上手い選手とは言えないと思う。トラップの技術ってよくわかんね。ピタッと足元に止める技術を言うのか、ワンタッチで抜いたり良いとこに出す技術を言うのか、ピタッと止めるやつなら日本には結構いそう。それがテーミならジェーンの遠藤とコンノは日本で超ドベタになるよな。上手さで言えば遠藤、カナワでしょ。テーミ、そんなのはビッグクラブイコール一流の技術を持っているから、プロ中のプロに評価されてんだろ。素人のお前に説明しても理解できないよ。W、超ビッグクラブにてレギュラーなのはそうだな。パッとした結果を出せてないのも事実。それは認識しないと。G の強烈な推薦がなければ押されててもおかしくない。推薦を取ったのも才能なのは間違いない
んだけどね。カナワファンじゃなくサッカーファンならヘタクソだけど一流のクラブで通用して、いた選手なんていくらでも挙げられちゃうぞ W。親切かなにカナワジア1に選ばれてた時点で客観的に見てもカナワなんだよな。さっきのパスはヌイとかキヨタケとかウサギとか謎の名前出してたが本心は女顔文字バラウなんだろう。7ともにプレイさえできていない女の名前なんか出しても今のカナワに立ち打ちできるわけもなく、苦し紛れに7ともとか言ってきそうでもあったな。顔文字バラウ。じゃあ7ともはテクニシャンだったのか W。だらけ、お前はさん、お前なら W、おバカさん。うまい選手であって下手な選手を言っているのではない。図星だからといってそんなくさをやすなよ。サッカーファンならカナワの役割的に下手くそじゃダメなことぐらいわかると思うな。勝手に妄想して、勝手に決めつけて勝利宣言。不毛すぎるわ。一般論で説明しないと、わからないらしいな。日本のサッカー関係者、ファンに聞いたらカナワな1位になるのは、明白の事実だよ。その中で、お前の声を何にしてるさに、清武、と言ってればいいじゃんか W。だが悲しいかな。代表で実際にサッカー会場に行った人たちのアンケートによると、毎度一番活躍したのは女になるんだなこれが、内田遠藤が代表選手の中で一番サッカーうまい。何でもできる選手と言っていたからな。もし紅白戦するなら一番に遠藤を選ぶと、実際キャップ数見ても遠藤のすごさはわかるし、ちなみにカナワを日本で一番うまい選手というサッカー関係者って誰？だから、あんたも理解してないね。その試合で活躍した人でなくて、日本でうまい選手だろ。うまい選手って毎度活躍できないの。W、遠藤はうまいけどあまりプレッシャーない位置でやってるからな。カナワとポジション違うし、関係者イコールガムジー、ファンイコール俺、日本人ってプレッシャーあるところで何もできないんだよな。カナワとこんなぐらいじゃねえか。清武なんか勝つだろ。毎度は無理でしょ。自分の能力と照らしてみれば、お前、日本のサッカー関係者って言ってるじゃん。うまいイコール通用するかどうか。カナワよりパスな、うまいやつもいるな。日本人で世界で一番通用してるのはカナワだろ。日本一フチングなうまいやつとかを言ってるわけじゃないんだよ。鎌本、まあ今更ありえんけどさ、遠藤はマンユーに言ってもカナワ以上に活躍したかもしれん。実際数年前にガンバとマンユーが試合した時で賛されていたからな。あの日本一だった中でさえ自分の後継者は、という問いにカナワを挙げてたからな。対談した女の子の字も出てなかったのには、さすがに受けたぞ顔文字笑う。そうなったら、遠藤でいいじゃんか。リオに称賛された本山だろ。遠藤みたいな生暮らしはあかんわ。遠藤は確かにうまい。トラップの圧倒的な技術と視野の広さ。昔マンユーが日本でガンバ大阪とやったんだけどその時に、ファーガソンが遠藤のことをめちゃめちゃ評価してた。世界でも代表で一番うまいっていう人多いよね。ベンゲルとか、海外からオファー来たけど断ったって話だよね。家庭優先して、どう考えても J リーグの2部にいるような選手じゃない W。代表にはボランチの後継者いないよね。強いて言うならバークーゼンの細いか。小野だって怪我なかったらすごかったかもしれない。中村モレアルに行けてたらまた違ったかもしれない。たらればなんて言い出したらきりないよな。お前、あまりプレッシャーないとか言ってけどよ。キープレイヤーになればポジションに関係なく厳しいマークいくよ。オフザボールの動きやら踊りやら、そういうところの技術に目が入ってないね。細いとかさすがに使い物にならねえだろ顔文字払う。俺も当然そう思ってるよ。だから今言ってるだろうが W。スポンサー力でボールを集めまくったわちょっと面白い。やっぱ一番上手いのは遠藤でしょ W。は？試合見てる。だから厳しいマークにあったらカナワ以上に何もできないゴミじゃん。悲しいないくら書き込んでもカナワは上手くならないよ。お前らにできるのは黙ってシャツを買うことだけ。レアル戦でのあの集大見てもまだバルサとか言ってんのか。厳しいマークに合ってる状況ってのは逆に言えばマークを引きつけてるわけだから何もできなくてもそれ自体がいいプレーだけどね。監督としては相手の DF の頭数を減らしてくれるんだかこんなにありがたい話はない。なんかあらての話だな。カナワと遠藤でどっちがどうとかどうでもいいわ W。ネクソ鼻クソ。細いが一番役に立つわ W。二人引きつけてるならともかく。なんだろそれは W。攻めの枚数一枚削れてる時点で DF の勝利なんだろ。サッカーは守る方が正しいスポーツなんだから。マークの意味をまるで分かってねえのか。ドイツ左よりもミサイド。宇佐美貴がポジション変更で得た手応え。右か左は決して当該選手の利き足だけで決まるのではなく、チーム事情（括弧）選手の技量に依存することを分かりやすく解説してくれている。日本人選手の試合後の取材記事にとどまらず、そこから優れた分析記事になっているのが素晴らしい。この記事が解説している手法を使って、カナワ選手ならでフンマンユーのトップ下では引いたプレー、世に知られず、結果を残せないかをぜひ記してほしいものだ。実際にはフンマンユーでの苦闘の日々を過ごしているカナワ選手よりも、フンマンユーの戦術批判になるので記者にはそれだけの勇気の必要になるので出てこないだろう（括弧）スポンサーへのありが日本のマス誤解ではマサルチ、過ぎるのが問題だ。マーカクシタにしか厳しいマークに合わないけどな。強豪はアウトオブ眼中 W。一番上手いカナワはどんな活躍したんだよ。アンチがいくらカナワを反してもカナワなレギュラーである現実は変わらないぞ。ここで負け犬の遠吠えばかりしてないで自分の将来を心配しろクソニーとども。でもネタなの。手ぐらい調子のいいバカがいるような。ファーガソンの言葉を真に受けて、レアル戦はレギュラー決定とか言っちゃってカナワの立ち位置全然冷静に見れてないだろ。どんな人がカナワすでにいるのか知らんが、普段からサッカー見てたらそんなこと言わないわ。